最近流行のスパイキーショート、僕と言ったらスパイキーショートみたいな。そうでしょう。じゃあちょっとこれでセットしていきますね。まず、はい、放射状に乾かしていきます。太陽君ここ使ってるんで、ここ潰しながら、ね、乾かします。太陽は左上げなので、左に上げます。はい、ショートスタイルはこうやってトップの方もしっかり立ち上げて、もみ上げる浮き癖やばない。まあここはうまく活かします。アイロン入れる前はね、ちょっと溶かしてあげましょう一回。気持ち悪い。キモアイロンの温度140度。ブリーチしてない方でしたら、うん、160度とかでも大丈夫です。そういうことですね。つっ襟足と外羽で一番ボリュームいらない位置なんでね、しっかり潰してあげてください。根元潰しながら外羽、バックサイドも外羽です。ここもボリュームいらないんでね、潰しながら外羽入れた後絶対散らしてください。こうやってこんなラフになる。よし、上にやってきました。ここは内です。一番高い位置になるので、この分ける位置のこの延長線上に一番高いところを作ってあげてください。はい、もう内巻きだけで大丈夫。で、羽ちょっと大きめ作ってあげるといいです。この子寝てますわ。アイロンが終わりました。ここからセットしていきます。お願いします。使うワックスはこちら、ホールド。この特徴は太陽、柔らかくて伸びがいいんで馴染みがいいっていうのと、なのに説得力もあるっていう、万能無限ですね。結構万能なワックスですね。あ、万能なワックスね、はい、後ろからこうやって馴染ませて持ち上げるように軽くこう揉んでください。こすって揉んで、それの繰り返しです。こすって揉んで
擦られてもんでみたいな。そうやね。もみあげにもしっかり質感を揃えるため前髪もぶち上げちゃってください。擦りまくってください。もうここから振り下ろします。どうやって振り下ろすか説明して。まず根元からっていうのと、うん、マッシュとかあのセットするときだとここを半分に上持ってシャーだけ振り下ろす。で次は上を振り下ろす。で分けた方が全体的に均等に振り下ろせます。慣れるとこれでもできるんでぜひしてみてください。上達された方はぜひ。ある程度振り下ろせたらもうこれでも十分かっこいいんですけどね。何これ。太陽、これは束を裂くためのリングコームです。これが何板の場合は割り箸。割り箸誰がやってたのこれ。いやもううちの店長が言ってました。うちの店長の枝野さんが割り箸でもセットできると。できるって言ってました。うちの店長よう言われるそうですね結構ねえちょっとちょい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 あの竹のちょっとこう先の尖ったタイプの割り箸でやってくださいね。あーでほどけたら、あとはもうシルエットをちょっと整えるだけで。めちゃええやん、久保塚洋介みたいなね。あれ？はい、完成しました。いやー、いい感じですね。どうすか？いい感じじゃないですか？またね、いろんな発信を、ルースと渋谷店でしていくので、ちょっと今後ともぜひ見てください。このセットがいいと思ったら、チャンネル登録、高評価。お願いします。お願いします。包んだ